はい、どうも、いつきんと申します。本日のアウタープレーンの動画なんですが、昨日実装されたモナドエヴァとタマモノマエのキャラクター紹介となります。この2人なんですけど、特にモナドエヴァについてはめちゃくちゃ強いっていう風に皆さんも知っているかと思っていて、聞いてる人もかなりいると思うんですが、まだどうするか迷ってる人も中にはいると思うので、今日はこのモナドエヴァの魅力とタマモノマエの魅力、こちらをですね解説していきたいと思います。はい、ではまずモナドエヴァなんですけど、何が強いかと言いますと、まず一つにスキル1の連携ですね。こちら確定連携となっていて、モナドエヴァがスキル1を使えば確実に味方が連携をしてきてくれます。この時点でヒーラーとしてはかなり強いスキルとなっているんですけど、さらにですね、凸をすることによって連携先が2体になります。で、連携1体と2体の差ってかなり大きいと思っていて、連携1体だと火力の代わりかちょっと弱いぐらいかなっていうところなんですけど、連携2体だと火力の代わりプラスアルファぐらいまでダメージが伸びてくれるので非常に強いスキルになります。で、じゃあ凸をしないと弱いのかって言われるとそうでもなくて、さっき言った通り連携1体でも火力の代わりかちょっと弱いぐらいなので、全然アタッカーの代わりにエヴァを入れてもいいかなっていう感じなので、未凸でも普通に強いぐらい、星5にできれば超強いっていう感じの評価かなと思います。はい、続いてタマモなんですけど、タマモもですね、結構火属性揃ってる人が多くて、いやいや今更火属性4人目いるか5人目いるかみたいな感じで、僕もですね割と火属性を中心に育ててきてたんで、引くかどうかちょっと迷ってたんですけど、せっかくだということで引きました。で、引いた結果ですね、なんとキメラ12段階、あとカブトムシの12段階、星3余裕でクリアできちゃいました。それぐらいタマモは強かった、まあ、モナドエヴァのおかげでもあるんですけど、この2体の組み合わせが思ったよりも PVE で強くてちょっと驚きました。で、タマモなんですけど、魅力がですね、まずダメージが全部攻撃力の代わりに HP が高いほどダメージが伸びるっていう風になってるので、基本的に HP を高くしてあげればですね、耐久力も伸びるし攻撃力も伸びるということで、結構対 PVE のボスコンテンツで耐えやすいキャラクターとなっています。で、耐えやすいっていうことは装備もガチガチにしなくてもある程度 HP が漏れるので、メインの HP ステータスだけ気にしておけばいいので、わりかし簡単な装備作成ができるんじゃないかなと思います。で、もう一つが地属性に対しては抵抗を無視して回避ダウンを入れられたりとか、これは特にカブトムシで使うスキルなんですけど、カブトムシに対して回避ダウンを確実に入れていけるっていうところも非常に魅力的だと思います。で、スキル3にはスキルターンを増加させるっていう効果があるんですが、これがですねキメラにめちゃくちゃ使いやすい。キメラの3回目ぐらいの攻撃、スキル攻撃なんですけど、全体に火傷と全体ダメージを付与する攻撃があるんですが、あれがめちゃくちゃ痛くて、序盤だと装備揃ってないと即死するぐらい痛いんですけど、このタマモのスキル3を打つことでスキルのタイミングをずらせるので、そのままブレイクまで持っていって倒すっていう風な動きができます。これができたら12段階の星3余裕でクリアできるんで、このタマモというキャラクターは本当にキメラとカブトムシに特化したキャラクターだと思います。で、さらにスキル3には継続回復もあるんですけど、これを付与することで例えばヒーラーがいらなくなったりっていう編成も組めるようになるんで、かなり編成が組みやすい、全員アタッカーみたいな感じの編成もできるようになるので、その点でダメージを伸ばしたり星3クリアがさらに容易になったりもします。で、最後一番このタマモで強いと思ったのがチェーン効果。チェーンの初手にタマモを入れることで対象の HP の 8% の固定ダメージを与えるという効果がつきます。このタマモ初手のチェーンがめちゃくちゃ強くて、特に PVE のボスって HP がめちゃくちゃ多いんで、それの 8% をゴリッと削ってくれるっていうのが非常に強く感じました。もうこれを打ってるだけで敵の HP 一気に減るんで、このタマモ初手に添えてチェーンするだけでもかなり HP を削ることができます。はい、で、キメラとかあとカブトムシの動画だけ撮れたんで、この後見ていきたいんですけど、このステータスレベルはちょっと上がったんですけど、レベル82だったかな。で、このステータスでいけちゃいました。で、スキルもですね全部ちょっと本が足りなかったんで全部レベル2でいったので、このスペックでも12段階余裕で通用するぐらいの
性能を持っているっていうことで、キメラとかカブトムシ苦戦している人はですね、タマモ引いてもいいかなと思います。はい、というわけでモナドエヴァとタマモ紹介してきましたが、肝心の引くべきかどうかっていうところをお話しします。まずモナドエヴァに関しては僕は引いた方がいいと考えてます。というのもやはり連携が強くて、例えば PVE のコンテンツで3体同じ属性がいるんだけど残り1体どうしようっていう時に、とりあえずエヴァ入れとけば連携でアタッカーが攻撃をしてくれるので火力の代わりになったりします。で、連携2体に星5でなるんですけど、もうこれになったら同じ属性4体揃えるよりもなんならエヴァ入れた方が火力が高くなる可能性まであるので非常に汎用性が高いキャラクターだと思っています。ただし PVP を主体に考える人は星5星6にしないとほぼ使う意味がないと思っているので、それを加味して引くかどうかを決めてください。 PVE 専門の人は1体取っておいてもいいと思います。で、次のモナド系とかデミウルゴス系が来るとは思うんですけど、まだしばらく時間がかかると思うので、それを待ってるぐらいなら今エヴァを引いて攻略を進めた方がいいと考えてます。はい、続いてはタマモなんですけど、このキャラクターに関しては地属性特化のキャラクターなので、他の属性の PVE コンテンツをクリアしたいっていう人はちょっと待ってもいいと思います。なぜならこういう通常キャラクターっていうのはだいたい月1とかで追加されていくので、多分次は対水属性だったりとか対火属性の特化キャラクターが実装されていくと考えれるので、それを待って引いてもいいですし、今キメラとかカブトムシが倒せなくて早く倒したいっていう人はタマモを引くと非常に楽に攻略ができると思います。なのでこのあたりは自分の攻略の進め方とかに合わせてタマモを引くかどうかを決めてください。対地属性特化で言うとタマモは絶対に引くべきぐらい強いキャラクターでした。はい、というわけで今回はモナドエヴァとタマモの紹介でした。最後にですね、このモナドエヴァとタマモを使ったカブトムシ戦を録画できましたので、そちらをね見ていただければと思います。どんな感じで動くのかとか、どんな感じで連携するのかっていうのも見ていただければわかりやすいと思いますので、ぜひご覧ください。というわけでご視聴ありがとうございました。まだ主に勝利を捧げましょう。頑張ろう。一斉射撃開始。黒煙よ、じっとして。ふん、受け止められるか。かかってこい。燃えたぎれ俺の魂。始めます。共同作業は苦手ですけど始めます。視野を操る、それが司令術師です。じゃあ湿気間に合ってますね。ようやくだんだんと燃え盛る。よし、一斉射撃開始。呪い殺します。回転竜巻。チームワークって死んでください。お助けしましょうか。不可侵領域展開。私の番ですわね。だんだんと燃え盛れ。上げてきた。しゃあ、どうだ。時が来ました。敵を排除します。黒煙よ、回転竜巻。チームワークって死んでください。私の番ですのね。だんだん燃え盛れ。時が来ました。皆さん力を貸してください。上げてきた。しゃあ、どうだ。行くぜ。避けた方がいいぜ。チームワークって何。死を操る、それが司令術師です。はあ、しゃあ、どうだ。おやおや、まだおいでですか。私の番ですわね。だんだんと燃え盛れ。上げてきた。よっしゃ、お前スピラだけだな。時が来ました。敵を排除します。黒煙よ、非遠距離。時が来ました。命令確認。マスター、敵に回したことは後悔させてあげましょう。黒煙よ、回転竜巻。チームワークって何。共同作業は苦手ですけど、チームワークって何。その命もらいますね。私の番ですのね。しちゃいます。夢にまた夢を。お望みとあれば。あげてきた。
燃えたきれ俺の魂。時が来ました。敵を排除します。呪い殺します。飛燕却。チームワークって何だ。はい、やる気ないんですけど。はあ、ちょこまかと。言い逃れはよしてください。おやおや、まだおいでです。時が来ました。皆さん力を貸してください。逃がしませんよ。黒煙よ、焼却します。そこか。時が来ました。共にマスターを守りましょう。一斉射撃開始。黒煙よ、回転竜巻。チームワークって力を合わせるんですか。逃がしません。黒煙よ、排除します。そこか。私の番です。私に納殺されちゃいました。じっとして。呪い殺します。嬉しいです。まだちょっとだりーな。もう一回やるか。